ビストロイガリデと申しまして、フランス料理店です。熊本県産、天草のレモンを使いましたマドレーヌです。ちょっと素朴な感じのマドレーヌの中に、日本人の方に、好んでいただける、少しジャムを混ぜてしっとり感を出したマドレーヌになります。食感はですね、しっとりしてるんですけど、パンと、ちょっとクッキーを合わせたような、そういうはい。食感に仕上げました。自分が熊本出身というのもそうなんですが、いろいろ地震とか、台風とか災害がありましたので、それで貢献したいと思いまして、天草に行って見学した、その柑橘系の中でレモンを選び、マドレーヌが提供しやすいので、こちらに決めました。国産なので、香りがすごく強い感じですね。この商品は1個からでも買えますので、今回はちょっと試食はできませんが、食べていただくと、そのレモンの香りとかの良さが感じられると思いますので、ぜひお買い上げよろしくお願いします。